はい、こんにちは、116インズです。私は毎朝ですね、メールビートレードルーマーズというサイトを見ていまして、こちらのサイトは遺跡の情報や、まあ、遺跡の噂などを一つにまとめてくれる、まあ、非常にいいサイトなんですけれども、これを朝見たところちょっとですね面白い話がありまして、まあ、すでに皆さんご存知かとは思いますが、ロッテの澤村拓一選手に MLB の複数球団が興味を示しているという話が出ていたんですね。で、 MLB トレードルーマーズが報じてから日本のメディアも報じましたので、おそらく MLB トレードルーマーズの独自のソースでこの情報をキャッチしたと思うんですが、まあ澤村選手に MLB の複数球団が興味を示しているという話はほんの数ヶ月前までは考えられない話でしたので、ロッテに移籍してからは目覚ましい活躍を見せている澤村選手ですが、ついにここまで来たかという感じですね。澤村選手はつい先日海外 FA 権を取得しまして、もともと在籍していた巨人に復帰するんじゃないかという話や、あるいはロッテに残留するか他球団に移籍するかなどですね、さまざま移籍の可能性については噂はされてきましたが、ここに MLB という選択肢が新たに加わったということになりましたね。澤村選手は来シーズンに関してはまだ何も言及はしていませんが、プロ入り前の中央大学時代はメジャーリーグに興味があると発言していたこともありましたので、もしかしたら来シーズン海の向こうのメジャーリーグの舞台で澤村選手が活躍する姿が見られるかもしれません。今回澤村選手に MLB の複数球団が興味を示した理由としては、やはりロッテ移籍後の活躍というところが非常に大きいんじゃないのかなと思いますね。澤村選手、9月7日に巨人からロッテへ電撃トレードされまして、で、そこからはロッテの勝ちパターンを任されるなど、今季の巨人時代とは本当に別人のようなピッチングを見せていますよね。ロッテ移籍後15試合に登板して防御率は 1.23、9イニングあたりのフォアボールは 4.3 個と相変わらず多いんですが、奪三振率が 11.7 と巨人時代の 7.4 と比べますと飛躍的に向上しましたし、とにかくロッテに来てからは本当に自信を持って投げているなと思わせるようなピッチングが続いていますよね。ロッテに移籍してからは最速157キロのストレートと、こちらも同じく150キロが出るスプリットを武器に相手バッターを圧倒するようなピッチングをたびたび見ていますし、今投げているボールだったら MLB でも十分通用するんじゃないかと思ったこともありましたので、もし来年 MLB でプレーするのであれば、ぜひ今のようなピッチングを続けてほしいなと思いますね。それにしても最近は NPB でリリーフで活躍した選手が MLB に移籍するという例が増えてきましたよね。オリックスで活躍した平野義久選手は2年総額600万ドルの契約でアリゾナダイヤモンドバックスと契約して、で、移籍1年目からブルペンの一角として活躍して、防御率は2点台前半、そして新人王投票は6位に入るという活躍を見せましたよね。また昨年のオフは外国人選手3人が MLB 移籍を果たしましたよね。阪神のクローザーとして活躍したラファエル・ドリスは1年総額100万ドルと安い契約ではあったんですが、ブルージェイズと契約して今季24試合で防御率 1.50、 ブルージェイズのクローザーのケン・ジャイルスの怪我もあって途中からこのドリスが守護神を務めることもありましたし、それからこのドリスと同じく阪神で活躍したピアース・ジョンソン、ジョンソンはパドレスと契約しまして、今季24試合に登板して防御率は 2.70、 1年間パドレスのブルペンで活躍しましたし、またポストシーズンでも結構頻繁に起用されるなど、首脳陣からの信頼も結構厚かった、そんな印象がありますよね。それから3人目は中日からレンジャースへ移籍したジョエリー・ロドリゲス。ロドリゲスは今季開幕怪我で出遅れまして、でさらに9月にまたも怪我をしてしまって12試合の登板とはなってしまったんですが、防御率は 2.13 と中日時代の安定感そのままのピッチングを見せてくれましたし、近年 NPB で好成績を残せたリリーフピッチャーに関しては MLB でも結構やれる、そんなイメージが最近はありますね。澤村選手に関してもそのトレンドに乗っていけるんじゃないかと MLB の球団は判断しているんじゃないでしょうか。また今年のコロナという事情も影響してそうですよね。どの球団もリリーフの層は確保したいですし、また比較的マイナー契約からでも活躍する選手が出てきやすいのがリリーフというポジションです。今季で言えば7年ぶりにカムバックを果たしたダニエル・バードや、それからトレバー・ローゼンタールなんかもマイナー契約で契約して今季メジャーで活躍したリリーフピッチャーですよね。どの球団もそういった掘り出し物を引き当てようと他球団の選手を調査したりするんですけれども、ただ今シーズンはマイナーリーグが中止となってしまいましたので、なかなか他球団の選手の状況というものも把握しにくいですし、またそもそも試合がないですので、パフォーマンスをどれだけ維持できているかというところにも疑問がつくわけですよね。そういった時に海外のリーグ NPB なんかは今季120試合を実施できましたし、一般的に NPB のレベルは AAA 以上とも言われていますので、まあ、そのリーグで活躍できている選手であればある程度の質は担保されている、要するに当たりが見つけやすいわけですよね。おそらく今風 MLB のいくつかの球団においては
こういった海外のリーグ NPB ですとか、それから韓国プロ野球 KBO ですね、どういったリーグに目を向けて、まあ、いい選手がいないかっていうところは絶対調査していると思いますし、その中で沢村選手はロッテ移籍後という条件はつきますが NPB では活躍できていますし、またチームがポストシーズン争いの中で沢村選手高騰することはできていますので、そういったプレッシャーがかかる場面でも自分のピッチングができているというところは MLB の球団に対してアピールができているんじゃないでしょうかね。さて気になる契約とそれから活躍のほどなんですけれども、おそらくですね2年総額300万ドルあるいは400万ドル前後ぐらいの契約になるんじゃないのかなと予想しています。沢村選手がどの球団に行くかはちょっと予想がつかないんですけれども、ただどのチームもブルペンのデプスというところは確保したいと思いますので、沢村選手がもし MLB に挑戦する意思があるのであれば多くの球団が興味を示すんじゃないでしょうかね。そして活躍については1年目の平野選手ぐらいの活躍を個人的には期待したいですね。1年目の平野選手は75試合に登板して防御率 2.44 とめちゃくちゃ安定していたんですけれども、平野選手と沢村選手は結構投球が似ているところがありまして、まあ、ピッチングの9割以上がストレートと、それから落ちるボールが占めていまして、まあ、沢村選手の方がよりパワーがありますし、一方で平野選手はよりコマンドが優れている選手ではありますので、まあ、ちょっと選手としてのタイプは違う部分もあるんですが、今ロッテでそういったピッチングができているように落ちるボールが機能すれば沢村選手十分メジャーでもやっていけるんじゃないのかなと個人的には期待しているところです。沢村選手が FA でどんな選択を下すのか、今後の彼の動向に注目したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですねメルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。